こんにちは、シュです。今回はゴッドフェスね、引いていこうかなと思います。狙いはやっぱ新キャラだね。なんだっけ、雨のみなかぬしみたいなやつ。よし、今回さ、超絶5倍なんだよね。で、プラスもなんかめっちゃついてるみたいなんで、うわ、もっとフェスゲン引き時っちゃ、あ、プラス全然ついてなかったわ。引き時っちゃね、引き時だと思うんですよ。だからちょっと狙いたい。ただね、星6一点狙いはマジで闇だと思う。あ、でも意外と神出んね。まあ、意外とってまだ2回しか聞いてないんだけど。だから星6一点狙いでね、この石はかなり少ないかなと思う。まあまあまあ、こういうね、よくわかんないキャラがフェスゲンのみの対象だと結構出ちゃうんだよね。いやもう、金玉出てがっかりだからな。まあ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 、アウストラリスはあり。あんまありっていう、結構持ってんだけどね。まあ、ここはしょうがないと思う。さっきね、今マガジンコラボジャンプやってるじゃないですか。で、マガジンをね、ちょっと初めてに近いぐらい読んでみたんだよね。7つの大罪読んだんだけど、全然内容わかんない。なんかさ、ジャンプとかでもさ、コミック派の人がいきなりジャンプ読むとさ、全くっていうか、わかんないことめちゃめちゃ多いと思うんだよね。だからコミックすら読んだことない7つの大罪を読んだらもうマジでわかんなかった。つうか出なくね、ダイヤ。どれぐらいなんだろうね、星6って。85個石で1個ぐらいの感覚だった気がするんだけど。だからこの石だと、おお、初ゲット嬉しい。このね、火のライダーだけ持ってなかったんだよね。他はいたんだけど。よし、来た！来い！頼む！頼む！うおぉ！初ゲット！楓嬉しい！初ゲット！あと、風神も雷神も持ってないからね、それも欲しいとこあんだけど。いや、いい！楓はマジで嬉しい。まあ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 。いや、この石じゃきついか。でもさ、性能的にはそんなに、まあ弱くはないけど、めちゃめちゃ強いってことでもないんじゃないかな。陣としてはありなのかな。多分この色、雨のみなか主の色が水、光、回復の3色陣なんだよね。だから多分陣の色、種類の組み合わせとしては初めてだと思うから、まあ継承としてもいいと思うし。うん、だからそんなね、めちゃめちゃ強いってわけではないのかな。いや、でも楓出ただけでマジで嬉しい。いや、でもあと1回ぐらいダイヤ見たいな。来い来い来い、風神でもいいよ、雷神でも。起きた、来い来い。うおー、まあ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 、いらねえけど。こういうのちょっとずるいよね。てかさ、これ前も動画で言ったんだけどさ、金卵でも星6出るようにしてほしくない？じゃないと金、わ、すげえ、流冠紙全部揃った。金卵のがっかり感が強いんだよね。だからダイヤが確定演出にしてほしいんだよ。そしたらね、金の喜びがあると思うんですけど。やべえな、あと1回ダイヤ出ればいいぐらいか。つうか今回めちゃめちゃアウストラリス出てんな。アウストラリスもね、そろそろ究極してもいいかなと思うんだけど。緑鬼もね、まあまあ出てた。やべえな、きついな。シャロンね、こいつ敵としたらね、結構強いんだけどね。シャロン、リーザーなんだっけ、もう一体忘れたけど、あれさ、チャレダンとかでたまに出てくるけど、そう、リーザー、リーザーと一体なんだっけ。チャレダンでさ、出てきた時のシャロンの強さが異常に強いんだけど、あれどうやって倒すのが理想なんだろうね。で、ディリューシリーズだっけ。これね、キラー持っててまあまあいいと思うんだけど、ま、持ってるからね。きつい。あと4回、多分ダイヤが1個ももう出ない可能性がある。あと1回出てほしい。てか金率は高いね。銀がほとんど出ない。あ、光メタもね、分岐したよね。まだ動画じゃ使ってないっていうか、動画外で使ってないんだけど、どうしようかな。あ、いいね、アポカリはまあ継承として全然ありっちゃあり。頼む、ダイヤ来い、ダイヤ、ダイヤ。いやー、銀が3回ぐらいか出たの。頼む、ラスト